こんにちは、オーシャン東京本店のトップスタイリスト石川浩太です。こんにちは、本店アシスタントの岡田雄一郎です。まぶしいね。まぶしいです、かなり今日はね、久々に岡田くん登場です、うん、相当、数ヶ月ぶりですね、結構半年ぶりぐらい、半年ぶりぐらい。今風な感じでちょっとカットしていこうかなと思います。お願いします。僕ちょっとこうセンターパート今まで全然やったことがなくて、うん、結構こう今流行ったりこう芸能人の方とかしてる人多いじゃないですか。うん、私一回イメチェンも彼やってみたいなと思って。いいね、それで今日お願いします。センターパート、はい。じゃ、よりオーダーが今最も多いとされるスタイルでいこうか。あ、それでお願いします。他だって休日何するの？休日ですか、うん、休日は最近はだいたいカット練習するかが終わってからルジャールかリュウアと会ってることが多いです。あー、後輩の？はい、休みもそう考えてこうなんかお店の人といる機会が多いです。何して遊ぶの？スタッフ同士で全然飯行くだけとかはあります。本当に友達みたいな感じだね。はい、買い物のパターンもありますし、スタッフ同士仲がいいんだね。そうです、仲いいですね。結構マジ週7一緒にいます。やばいね、はい、終了です。ありがとうございます。顔が明るくなったの、ね、こう見てみてもらって、だいぶもう収まりが、ここの収まりが全然違 う、 めっちゃいいです。う、伝わるかな、動画でわかるかなレベルなんだけど、ビフォーはやばいんで大丈夫です。すごい量、すごい量だよ。もうじゃあちょっとカラーしてセットしましょう。お願いします。はい、じゃあカラーが完成しました。全体的に赤のハイライトをコントラストで入れた、元々のハイライトを生かして赤のメッシュを入れました。よし、じゃあセットいきます。お願いします。今回は2ついきます、うん、ナチュラルめな感じとちょっと動かした感じ。通りドライヤーが大事なので、ドライヤーでまずしっかり上げたら、あとはちょっと軽く毛縄で作ってあげるぐらいで、軽くこういうダックカルト変わると一番いいと思います。で、本当にこの時は内に曲げるだけでいいです。このパネルを
うちにアイロン通してあげて、このこっち側に通してあげるようなイメージ。そうすると全体的にこういう毛流れができてくれます。これを両方やっていきます。でアイロンでこの両方軽く毛流れを作ってあげるぐらいで、でなんかこういうナチュラルな感じにしたい時とかはこういうバームって呼ばれるこういうなんかバターみたいな、これをあの本当にこの爪1個分ぐらいをなじませてあげるだけで結構まとまってくれます。あとは柔らかめのワックス、オーシャントリコナチュラルとか、あとはモロッカンオイル、オイルだけとか、そういう感じでも大丈夫です。今回はバームでいきます。ほんとこのぐらいですね。ほんと少なめでいいです。でバームを手に取ったらあのしっかり手の熱で溶かしてあげるとこのぐらいツヤツヤな感じで、するかな、ツヤツヤな感じでなってくれるんで、これを中からつけていきます。中から追い込むようにつけてって、で表面もこうやって撫でるように。なんで普通のワックスより揉み込んでなんか形作ってみたいなのをやらないんで、本当に撫でるだけなんで、これ絶対誰でもできます。でつけてあげたら、まあこれもちょっと2段ぐらいに分けて軽く下に下ろしてあげるぐらいでいいので、なじませてあげてください。で多分センターパートの時にうまくいかない人の原因って、ここの分かれてる部分のボリュームが出てない人とかは多分うまくいきづらいので、なじませる時に軽くここの根元を起こしてこうやってなじませてって、起こしたのをそのままにしておくみたいな。はい、じゃあ今度は動かし目のアイロン使ってちょっとパーマかけた感じのセットをしていこうかなと思います。お願いします。ドライヤーはさっきと同じく真ん中立ち上げる感じでやってて、今回はちょっとパーマ風にしたいのでちょっとコテ使ってやっていきます。ちょっとランダムに中間までをなんか内巻きにして外羽にし、毛先を外羽にしてとか、中間までを外羽にしてっていう、その交互でやっていってます。じゃあアイロンをこうやってさっき言った無造作に入れたらこういう感じに、ちょっと今流行りの波巻きっぽい感じの質感を出します。じゃあワックスつけます。ワックスはマダ君とかボリューム出やすいタイプの人でちょっと乾燥しやすい人はさっきも紹介したこういうナチュラルとか、ナチュラルとツヤっぽく仕上げたかったらこのシャインオーバーがおすすめです。今回はちょっとさっき言ってたナチュラルを使ってやっていこうと思います。ワックスだったら多め、このぐらい、そら豆ぐらいかな、そら豆1個分しっかりなじませていきます。ワックスはこうやって揉み込みながらつけてあげるようなイメージで、で自分が毛量多いなとか、ワックスつけてもちょっとパサついちゃうなって人は岡田くんもそういう人なんですけど、ちょっと量多めにしてあげてください。さっきのそら豆1個分ぐらい。巻きセンターパートっていう感じで完成です。ありがとうございます。ほい、はい、
岡田くんを、前はショートバッシュにしたんですけど、今回はちょっと一味加えて、最近流行ってセンターパート、ナチュラルなセンターパートもやって、この流行ってるパーマ、波巻きパーマっぽい、センターパートも今回再現しました。どうですか岡田くん。いや、めっちゃいいです。パーマかけたいです。波巻きお願いします。波巻きパーマ、次波巻きお願いします。 OK、 第一巻いといてはい、皆さんもぜひセンターパートを参考にしてみてください。動画の高評価とチャンネル登録と、あとお互いのインスタグラム、概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてください。お願いします。またね。